実況パワフルプロ野球2024-2025発売日直前情報まとめ。当然栄冠ナインに絞って語っていくわよ。全部語ると長くなるし、何より一番やるのは栄冠ナインだからな。公式で発表されている情報をいろいろ見ていくわね。まずはアンバサダーでもある大谷翔平選手は転生選手としてちゃんと登場しますよと。変化球もスライダーではなくスイーパーを持っているわね。転生選手は新入生スカウトでも発見可能になったわ。出身地に出てくるのかどうかは現在のところ不明。出身地固定なら岩手県がすごく強いわね。菊池雄星選手も岩手県出身なんだぜ。外国人 OB 選手も留学生として登場することになってるわ。バース強すぎはロタ。転生選手に関してはこれぐらいかしら。日程進行については新アイコンの追加などもあるわね。曜日と現在の日付は出るけどカレンダーに日付表示がないのはもはやバグなのでは？こちらソシャゲ版栄冠ナインこと栄冠クロスの画面になります。ちゃんと日付出てるんだよな。開発中の画面だから、アプでもあるかもだから。新規実装のアイコンは、個別指導、グラウンド整備、他校調査の3種。個別指導は多分3人から選ぶ形式じゃないかしら。ランダムに選ばれた3人から選ぶやつな。効果はそのまま能力アップでしょうね。グラウンド整備は練習効率アップでしょうね。効果が練習1回限りなのかどうか、それが気になるぐらいか。この他校調査の効果が面白そうなのよね。効率アップはともかく、試合に勝ちやすくなるってのはとても新しい感じだな。強くなってからも効率アップ効果は腐らないしね。新入生スカウトは便利になったみたいね。どこに行ったかとか誰をスカウトしたかを覚えておく必要はないんだぜ。ブックマーク機能も追加で複数の有力選手発見時も安心。他には評判の可視化でランクアップまでがわかりやすくなったり、マネちゃんも容姿設定可能になったり。なお、男マネが出ないとはどこにも書いてない模様。栄冠ナインにおいて男マネはね、ベンチ入りも20人になっているし、育成面では投手コンバートも実装されたみたい。これだと、メイン投手サブ外野手はできても、サブポジ投手のメイン外野サブ投手はできないっぽいな。他にもアイテムの追加等細かなアップデートがされているらしいわよ。カレンダーに日付っていうアプではなんでないんですか？求めてる声がなかったんじゃない？なん？だと。とりあえず公式サイトと PV から拾った情報だとこんなところかしら。カレンダーに日付、カレンダーに日付、カレンダーに日付。マリサが壊れちゃったわ。それじゃあ今回はこの辺で、次回は発売後にお会いしましょう。